は笑うときに使う筋肉ですね。大胸骨筋、小胸骨筋と言われているところです。あと人間って口が顔の中に入っていくような、しぼんでいくようなことがあります。それを防御するために唇の周りもこのバンスマンというですね、作業をしていきます。ちょっとピチピチっと痛い感じがしますけれども、で目の周りの筋肉ですね。で一般に言われているほうれい線ですね。つまみ上げて下ろす、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 つまみ上げて下ろす。あと目の緊張をほぐすために眉、顔や首を支えているこの頭皮の部分も少しフェイシャルをする前に触らせていただきますね。で今マッサージしたものがここに溜まっていますので、少し流しておきましょう。で、締めます。で、終わりです。失礼いたします。お暑くないですか？でこうストレッチしているんですが、こちらが硬いとだいぶ目の疲れが溜まっている証拠になりますね。オイルの方を塗っていきます。今やってる側頭部分とかも女性の方特によく柔らかくしておいた方が
顔を引き上げるための筋肉の真上を、筋肉をつかむようにして、筋肉の隙間に入ってしまっている老廃物を全部こう絞ってる感じですね。傘と大きな違いはローリングしている分、うん、擦っていないので肌への負担がすごく少ないです。ツボ刺激でお顔のリフトアップがどんどんされてくるので、頬の位置がどん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 高くなってきて、もう整ってきてますね。先にカッサをやってるので、もう肌がすごく柔らかくなってるので、とてもマッサージが深くまで入りますね。皮膚ができるだけ動かないようにしたいので、反対の手で目の周りの皮膚の方は押さえておいてください。目の周りの疲れですとか、クマの解消にもすごく効果があると思います。大変お疲れ様でございました。ありがとうございます。ご気分はいかがですか？すごく良かったです。ありがとうございました。そしておでこに丸みをつけていきますね。後筋はお顔の中で一番大きな筋肉で、非常にお顔の全体的な首の下、失礼いたしますね。少しお首の下を温めます。熱くないですか？最初にお体を軽く揺らさせていただいて、緊張状態をとってリラックス効果を高めていきますね。いらっしゃいませ、ようこそ。ありがとうございます。お待ちしておりました。ウィルソン、手を洗っていただいていいですか？はい、ありがとうございます。そうしましたら、最初にカウンセリングをさせていただきますので、はい、こちらの方にご案内いたします。どうぞ。はい、本日はご来店ありがとうございます。本日担当させていただきます、モノタイプの村山美由紀と申します。よろしくお願いいたします。本日のコースなんですけれども、私どものサロンには60分、90分、120分というコースがございます。その中で本日は120分のコースで進めさせていただくんですけれども、
ちょっと変わったコースでございまして、お肌をですね、クッ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 とこう引き上げていくようなコース、うん、それから足元も、それと胸元も、で頭の方もしっかりとマッサージしていくコースで、男性も女性も問わずしっかりとマッサージさせていくコースになりますので、ぜひ楽しみにされてください。はい、じゃあ早速始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そうしましたら今から始めさせていただきますね。はい、まずお顔を触る前に全体的なですね、体のバランスを見たいと思いますので、お足元から触らせていただきます。お願いします。じゃあお足元触ります。ちょっとむくみとかをここで感じます。あと第二の心臓と言われているふくらはぎもしっかりとしていきます。ここでお客様とのコミュニケーションを取ることが多いですね。ここが少し凝ってらっしゃるとか、代謝が悪いとか、そういったところをここでしっかりと自分で感じ取ることが大切です。で今少しむくみを感じましたので、膝の裏ですね、ここを軽くマッサージしていきます。でポンプの役目をするふくらはぎ、今お足もほぐしましたので、首も少しほぐしていきます。
顔や首を支えているこの頭皮の部分も少しフェイシャルをする前に触らせていただきますね。顔の引き上げのポイントになるところを通っていきながら、すごい贅沢なオイルでクレンジングしていきます。玄関肌の形、はい、そうですね。このオイルはオールマイティ、男性も女性も大丈夫ですし、お肌のタイプ、例えば敏感肌の方でも大丈夫ですし、逆にですね、バランスが崩れているニキビ肌の方にもとってもいいオイルですね。気になるところにこう伸ばしていきますね。例えば少し赤みが出てしまうとか、お鼻の周りでザラザラしているところ、ここにしっかりとオイルを含ませて、オイルの力で汚れを浮き上がらせてあげる。お客様のお肌はどうしても頬のところは皮膚が薄くていらっしゃるので、頬の部分は避けてお塗りします。今からマッサージに入っていきますけれども、やはりお肌によっては少しこのように赤みが出てしまうとか、この部分にちょっとニキビがたくさんあるとか、
そうしましたらマッサージをする前にその部分だけですね、軽く化粧水の方で鎮静をしておきます。多いですね。やっぱりもう現代病と言われてるように、やっぱりパソコンで腕とか目とか疲れますから、どうしても体が内側に向いてしまいますのでね。で、今から触るこの部分、これは肩こりとかそういったところにもしっかりと効きます。ご自分で少し肩が凝ったなとか目が疲れたなと思いましたら、この部分ですね、しっかりとマッサージしてください。で、胸の筋肉と結びついてるこの腕の部分、この部分も意外と凝ってマスクをしているとなかなか深い深呼吸ができませんので、この部分を押さえながら、深い深呼吸ができるように促していきます。ダイエットがご希望のお客様は、この胸と胸の間のこの骨のところをですね、少し大きく広げるようにマッサージしてあげるとダイエット効果があると言われています。首の後ろの4つの筋肉をうまく触りながら、あとは腰のポイントですね、腰のツボが後ろに入ってますから、そこを軽く押さえていきます。で、今マッサージしたものがここに溜まっていますので、少し流しておきましょう。このコースの大きな特徴は、背中をしっかりとマッサージすることによって肩甲骨の周りですねの動きを良くしますので、そのことによって肩とか首のこり、そういったものもちゃんと楽にしてくれます。今見えませんけれども、今触ってるところが腰ですね。腰のツボになります。それから今は肩甲骨の周りです。意外と気持ちいいですよね、このコース。
マッサージをしてパックをしてる間に意外と体って足が疲れてしまったりだとか手元が疲れたりしますので、そういったところにもちゃんと血液が行くようにしています。言えないぐらい恥ずかしいぐらい45年になりますかね、もう少したら。はい、これで顔に入っていきます。どうでしたか背中。あ、すごく気持ちいいです。で今胸元から背中首肩とやってきましたので、そこをつないでる今度は首の細かなまあ、芝と言いますか、そこへ働きかけます。パンスマンというつまむという作業がありますけれども、それを大きくしたものになります。で、行さんにはドツキンのところですね、このちょっとこう先へ進まないところがあったらちょっと揺らしながら、で首とあとこの後筋ですね、咀嚼筋のところをここもしっかりと上げていきます。笑うときに使う筋肉ですね。大胸骨筋、小胸骨筋と言われているところです。ここはなかなか今マスク時代になっていますと動いていないので、エステシャンの手だとか自分もこの辺でマッサージされるといいと思いますよ。こうやってつまんでいるときにですね、このお客様がやっぱりちょっと緊張してここに力を入れたりすることによって筋肉が活発に動くこともあります。
こうやって今ちょっとわからないと思いますけれども、固く手が止まるところは念入りにいってください。ソフトなマッサージがお好みの方は、まあ、ここを外してもいいと思いますけれども、この後にちゃんと固定していきますので、これは明日のためにも行っておかれた方がいいと思いますね。男性の場合はですね、ここに非常にリンパ節が溜まって、ここがこう、まあ、ブルドッグではないですけれども、ここにお肉が溜まっちゃいますので、男性には好評な技術になります。人間って口が顔の中に入っていくような、しぼんでいくようなことがあります。それを防御するために唇の周りもこのバンスマンというですね、作業をしていきます。ちょっとピチピチっと痛い感じがしますけれども、これで活性していきます。で、一般に言われているほうれい線ですね。つまみ上げて下ろす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 。で、目の周りの筋肉ですね。これから寒くなってきますと、この鼻根の横がですね、ちょっと狭くなってくると鼻水が出やすかったり、鼻づまりが起きますので、そこを少し広げます。あと目の緊張をほぐすために、眉、眉の上のところに穴がちょっとほげてますので、穴が開いているところですね、これちょっと押しましょう。この目の目尻の横に穴があります。ここを5秒間ぐらい。そして眉の眉山の上のところにもちょっと穴が。ここも5秒。これは非常に視力の回復にいいです。はい、これで今からエフロラージュのマッサージに入っていきます。
先ほどつまみ上げましたので少し充血している部分をなじませます。今やってる作業は皮膚の表面というよりも中、皮膚の中をこうマッサージしているような感じですね。見た目には皮膚の上だけみたいな感じですけれども、皮膚の中をマッサージしていきます。意外と口の周りって凝ってるので、丁寧にやってあげるととても気持ちがいいところになります。これも皮膚の表面ではなくって、皮膚の中をこねこねしていく感じですね。充血したものは必ず下へ流します。ここもこの時代はあまり大きくマスクで息ができませんので、しっかりとマッサージで筋肉を動かして鼻の通りを良くします。この前頭と言われている前頭筋は目の筋肉を左右するものでもありますし、目はやっぱり脳から出てきた副産物ですので、まあ、脳をマッサージするという意味でも丁寧に細かくやっていきます。首の筋肉ももらって、咀嚼筋のところに流していきながら、そして必ず溜まったものは流します。この世の中イライラすることもありますけれども、今この額の軽いですねマッサージによって鎮静効果が非常に高くなります。で溜まったものは必ず流します。そしてまたもらいます。
疲れ。目のマッサージで一番気持ちがいいのはこの涙腺ですね。涙腺のこの部分が非常に疲れてることが多いので、もう軽くプッシュ。よくぐーっとこの部分をマッサージすることがありますけれども、それと同じ要領で涙腺のところもマッサージしてあげてください。少し年齢を重ねてくると、ここは平べったくなるので、平べったくなる感じをなくすように、ちょっと立体的に作るような感じでプッシュしていきます。はい、これでほぼ汚いものが流れていきましたので、あとは固定していきます。通常またここでデコルテに入っていきますね。このマッサージで一番乱暴な作業になります。
がご自分でもできる鎮静です。今日の肌が少しなんか敏感になってるなと思う時はこのようにしてお肌を叩くだけで結構ですので細かく叩いてみてください。ちょっと赤くなるところとかですね、叩いていただけるといいと思いますよ。ちょっと贅沢なパックですね。コットンに全ての美容液と化粧水を含ませて、耳を温めることによって少しこうお風呂の中にいるような感覚になります。困ったりとかストレスがたまると耳を触ると落ち着くとかって言いますよね。やっぱり耳もいろんなツボが前と後ろにございますので、そこを触ってあげましょう。この一番側面ですね、この部分がリフトアップのツボになります。くるくる回しながらやってますけれども、少し押さえるようにしてやられてもご自分ではいいと思います。いろんな情報が目から入ってくることもありますけれども、耳から入ってくることもたくさん今はありますので、耳もとってもストレスを感じていますので、時々耳の周りをマッサージしてあげるだけでもいいと思います。
からお客様から離れることはないんですよね。お客様に少し意識があったらずっとついてるのも緊張するですけど、なんか寝たり起きたりこうふわふわしてるとそんなにずっとついてても、おお真っ白になりました。ちょっと触ってみますか、ご自分で。うん、どうですか、プチプチになってます。トランプもすごいトランプしてます、うん、カメラで分かるかどうか分かりませんが、うん、私見てるすごい美白、顔ちっちゃくなってますね。うん、かといってその赤く負担になってるわけではないですね。ほてってる感じではないと思います。はい、結構敏感肌なのになんか全然赤くなってないの。はい、どうぞ。どうですか。おトーンアップしてますね。首の線とかも見てください。どうですか。すごい消えてますね、はい、でこのほうれい線のこちら側とかちょっと強めでしたけどなくなってます。ここが、うん、いつも、ね、気になりましたけどはい、じゃあとクリームで仕上げましょう。嬉しくなりますよね。気持ちいいですよね。変わってますね。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、これがやっぱり24時間ぐらい過ぎてくるとまたグググググって、うん、はい、最初にやりましたけど、はい、これで終わりです。ありがとうございました。じゃあ外に出ますのでお着替えください。ありがとうございます。こんにちは、お待ちしておりました。お先に消毒の方失礼いたします。ありがとうございます。おでこで検温の方失礼いたしますね。失礼いたします。はい、大丈夫です。ではお部屋の方にご案内いたします。こちらになりますね。本日は1年ぶりのご来店ありがとうございます。本日当店千頭の力自由が丘店にお越しいただきありがとうございます。
政治の力は東京では東京都立大の方と、あとは名古屋を拠点に大阪や沖縄の方も店舗がございますので、もし機会があったらご来店ください。ではまず政治の力の注意事項となっております。当てはまる箇所があったらおっしゃってください。大丈夫です。ありがとうございます。で、当店のメニューなんですが、60分のスタンダードなコースと75分のコース、90分のコース、120分のコースとございます。こちら75分以上になりますと、手と足の施術もお選びすることができます。本日は75分のコースでよろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。75分のコースが手か足が施術がお選びいただけるんですが、こちらはいかがなさいますか。手の方で。手の施術がほぐしの施術とオイルの施術がございます。こちらはいかがなさいますか。オイルでかしこまりました。オイルの方がこちら4種類からお選びいただけます。ラベンダー、マンダリン、ペパーミント、ローズマリーから選べまして、もしアレルギーなどございましたら香りのないオイルもご用意してあります。マンダリンでかしこまりました。ありがとうございます。ではこの後ですね、お着替えの方ご用意いたしますのでご準備ください。開いてから失礼いたします。オイルの方を塗っていきます。結構パソコンやスマートフォンなど最近は手を皆さんよくお使いになるので、まずそちらの方からゆっくりほぐさせていただいております。60分以上のコース、どのメニューにもフットバスをお選びいただけることもできますので、そちらもご利用ください。
で拭き取りのファイルしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。お願いします。失礼いたします。お熱くないですか？はい。
ボディの方に入らせていただきます。のちょうど付け根部分になるんですが、ここで折ってしまいますと結構スマートフォンとかパソコンなど長く使う方がここ硬くなってしまうので、今結構皆さんここが一番硬くなりやすいですね。失礼いたします。こちらはおでこをストレッチしているんですが、こちらが硬いとだいぶ目の疲れが溜まっている証拠になりますね。ここをストレッチして柔らかくしてあげるとお顔のリフトアップとかにもなりますし、ご自分でもできますのでとても有効的だと思います。ストレスだったりとか自律神経がちょっと乱れてしまったりした時に有効的なツボになりますね。リラックス効果も期待できますので、このあたりもご自分で少し揉んでいただくといいかもしれないです。はい、そちらは問題ないですね。ヘッドスパをしながら睡眠をとると、質の良い睡眠をとっていることになるので、逆に今寝ていただくとこれが質の良い睡眠ということでより効果的になります。こちらお首と頭の付け根ですね。こちらには肩こりのツボや目のツボがたくさんあるところになっています。こういうところがむくんでしまうと、どうしても睡眠などにも悪い影響を与えてしまうので、ここ
をよくマッサージすることをおすすめします。そうですね、来ました。ありがとうございます。日本人の方、いえ違います、海外の方でしたね。はい、とても楽しみに来ていただいて、喜んで帰っていただいたんでよかった。男性でも女性でも着られる、なんか、はい、そうですね、男性でも女性でも大丈夫です。結構男性の方の方がどちらかというと頭硬くなっちゃってる人多いので、最近は男性の方も多いですね。東京以外にも店舗があって行きやすくて便利ですね。そうですね、こう今広がってきて日本各地、これからもできる予定があるので、どこの地域にいてもご来店いただけるので、ぜひ皆様いただきたいですね。スパだけど行くだけじゃなくて、本当にそうですね、本当に肩とか首になりますとヘッドに結構関係していて、肩こりがあったりすると頭が硬くなってしまったりとかもあるので、結構肩や首は重点的にやらせていただいてます。特に食いしばりとかがあったりするとこういうお首の筋になっている部分が硬くなったりとかしてしまう人もたくさんいらっしゃいますね。施術中は特に疲れは感じないですね、やっぱその方一人一人凝ってるとことか違ったりするので、そういうのをこう考えながらやっていると時間はあっという間ですね。側頭部分とかも女性の方特によく柔らかくしておいた方がリフトアップ効果になるのでね、こういうところ硬いとどうしてもお顔の筋肉が下に下がっていってしまうので、今のこの側頭部分大事にしていただくといいと思います。
guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe. So in today's video, we are in one of my favorite spots called Senzu no Chikara. This place is located in Tokyo and Yugaoka Station. If you live nearby, I really recommend you to come here and get your full body massage. Today I got 75 minutes of hand massage and upper body massage. If you get more than 70 minutes of massage, you can choose either foot massage or hand massage. And today also I got hand massage too, like last year. And if you remember, we have one video with them like last year, and today we came again. I really like the staff here. They are very friendly. You like feel it. They are giving really nice effort. When you get really nice massage, you notice like immediately your face gets toned up. You have more, you know, snatched face, and also you get very nice sleep. People come here for pain relief, for a better sleep. I recommend you not to hesitate. When you come here, you can sleep even though you want to feel all the massage, but you can sleep and you get a better effect. All types of hair types, skin types, males, females, foreigners are always welcome. They have many foreigner customers, so the language barrier is not a problem. And when you come here, I recommend you to get full body massage because it's a treat. You know, it's really nice to have longer massage. And if you're interested in this place, I will leave all the information in the description and in the comment section. Make sure you check their website and book your reservation. And I will see you in my next video. Bye! こんにちは、お待ちしておりました。先にこちらで消毒をお願いいたします。お熱の方、お首で失礼いたします。はい、こちらでありがとうございます。上着の方お預かりいたしますね。はい、ありがとうございます。そうしましたらこちらの椅子におかけください。本日はご来店ありがとうございます。約1年ぶりのご来店になるんですけど、以前は江戸川区の船堀のサロンの方に来ていただいてましたけれども、今回は青山のサロンの方にご来店いただきありがとうございます。でこちらのサロンも同じように女性専用で、いろんなお悩みの方に対応できるようにしてるんですけれども、海外の方もたくさんいらしていただいています。お肌のお悩みですね、例えばニキビですとか毛穴ですとかたるみ、シミ、エイジングケアももちろんなんですけれども、お体の方も全般的にトータルケアさせていただいています。それですので何か気になることがありましたら何でもご相談くださいませ。はい、それでは施術の方始めてまいりますね。よろしくお願いいたします。先に髪の毛おまとめいたします。頭軽く上げていただいてありがとうございます。頭の方きつくございませんか？ありがとうございます。お目元の方から失礼いたします。失礼いたします。失礼いたします。
全体のクレンジングしてまいります。額から失礼いたします。肌の赤みが出やすかったり乾燥しやすかったりする方はミルクタイプが一番お肌に負担がかからないので、今回はミルクタイプの方を使わせていただいています。顔の方に泡洗浄をのせてまいります。お肌にトラブルを持ってらっしゃる方がとても多くて、やはり毛穴ですとかニキビですとか赤み、あとはたるみとかのお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。顔の方に温かいタオル乗ってまいりますね。失礼いたします。お首でお熱の方失礼します。お熱くございませんか。ありがとうございます。1995年からスタートしているので今年で27年目になります。
はい、そうですね。耳や首の方もお顔の一部というふうに考えておりますし、皮脂ですとか毛穴汚れが意外と溜まりやすい場所なので、耳の中とか裏までさせていただいています。これからカッサの方のトリートメントさせていただきますね。お顔の方を滑りやすくするためにコラーゲンのクリーム先塗らせていただきます。傘の方を使ってまいりますね。もし痛みがあるようでしたら教えてください。失礼いたします。そうですね、物理的にこの刺激としてはやはり指だけでは届かない部分の老廃物ですとか血液の滞り、あとこう皮膚の新陳代謝をこう促すというのにはやっぱりカッサはとても有効なんですね。でさらにこう天然石であるとかパワーストーンを使うことによって石自体が持っているエネルギーも肌に与えることができるので、カッサはぜひ天然のものとかちゃんとパワーストーンのもの、プラスチックとかではないものを使っていただきたいと思います。今日はこちらのカッサ使わせていただきたいと思います。今回トゥイックスさんのテラヘルツの方使わせていただいています。失礼します。テラヘルツは元素記号1番っていうのでご存知の方も多いと思いますけれども、熱伝導が素晴らしいことと、あとはこう磁場がすごく波動が強いので、お肌の奥の方の細胞レベルにまでこの振動が全部いって、電気の超音波ですとかそういうものを使わなくてもこれを当てているだけでお肌の活性、細胞自体の若返りですとか入れ替わりを促進してくれます。石にはそれぞれいろんなエネルギーやパワーがあるんですけれども、何を使っていいか悩まれる方はもうまずはテラヘルツ使われるのが今は正解ですね。テラヘルツは何に効きますかって言われるんですけど、もう簡単に言ってしまえば何にでも効くっていう感じで万能なものになります。東洋医学ですとかそういうところでも非常に今多く使われていて、ネックレスにしたり変なのポケットに入れていくだけでも体の方にいい波動が来たりしますので、このように直接お肌に滑らせるっていうのはさらに効果がいろんな意味で高いので、ぜひ使っていただきたいです。
求めになる時に、かつさいろんなところでいろんなものを売られてると思いますけれども、顔に使うものは特になんですが、かつさのところに穴です、ここも開いてますね、このように穴が開いているものを必ずお求めになるようにしてください。この穴は今こう便宜上、使ってませんけれども、ここに紐を通して手首にかけて、もし万が一滑ってしまっても落として割ることがないように設計されています。なので必ず穴の開いたカッサを探してください。また滑り止めじゃないですけど、このように指をちゃんとポジショニングするように設計されているものも探してくださいね。穴に汚れが詰まっている方とかですと、カッサをしているだけでも毛穴をスクイーズしている形になるので、毛穴に詰まっている汚れとかが取れてきて、触っているとこうつぶつぶしたものが出てきたりしますけども、それは汚れがちゃんと取れている証拠ですので安心してください。髪でもそうですけど、施術中に寝てしまう人が多いですか？とても多いです。もったいないっておっしゃる方もいらっしゃるんですけども、寝てるということは体が副交感神経といって、こう休めっていう指令が出てる証拠で、寝てる間にお肌ですとか脳の回復っていうのがされますので、この短時間でもぐっすり眠れるというのは非常にお肌にも体にもいいので、遠慮せずにぜひゆっくりお休みください。結構コメント欄見ると、寝てしまうとなんか起きれないとか、寝てしまうとかっていうのが心配される人も多いそうです。ああ、そうなんですね。いやいや、もう私どもは寝かすために頑張って気持ちいいマッサージもしておりますので、どうぞ遠慮なく、個室でさせていただいてますので、いびきも何も全然気にされることございませんので、この短時間でこう気絶するように眠れるっていうのは、もう脳波としてはすごくいい状態になってますので、こう足がピクッとしてしまったりとかする時もあると思いますけど、体の超回復はされてますので、どうぞどうぞお休みくださいませ。失礼いたします。使いやすさはどうですか？そうですね、すごくこう掴みやすさもそうですし、圧の入れ方もすごく楽なので、逆に軽い力でもしっかりツボですとか筋肉のコリを捉えてくれるので、とてもやっていて楽しいぐらいですね。
先ほどのカッサの方は板状でどちらかというと面で流していくものになるので、まあ、こすっている刺激も含めて赤みが出たりとかすると思うんですけども、こちらの方はカッサの熱伝導をうまく使ってこのテラヘルツの冷えているものを使うことで先ほどの赤みがどん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 テラヘルツの方に吸収されてくるので、赤みが引いてくると同時にこのツボ刺激でお顔のリフトアップがどんどんされてくるので、頬の位置がどん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 高くなってきて、もう整ってきてますね。先ほどのテラヘルツ反対側を使って眼精疲労のケアに使っていきますね。目の周りはティッシュよりも薄い皮膚だったりするので、あまりこう指でも指紋があるので引っかかってしまうんですね。でもテラヘルツでしたらば滑ってくれますので、皮膚に負担かけることなく皮膚の奥の詰まってしまった血管ですとかリンパとかをしっかり流してくれるので、目の周りのくすみですとかクマとか小じわやたるみにも非常に効果があります。今度はローラーの方を使っていきますね。こちらも3つともテラヘルツがあるので、最初に大きなところリンパ流していきますね。カッサと大きな違いはローリングしている分擦っていないので肌への負担がすごく少ないです。でもしっかりくまなくリンパの方は流してくれるので、赤みを出したくない時、あとは毛穴を広げたくない時、朝とかに使われるのはすごくいいと思いますね。どんなに力を入れてやっても本当に赤みが出づらいです。小さい方は口の周りとか目の周りですね。皮膚ができるだけ動かないようにしたいので、反対の手で目の周りの皮膚の方は押さえておいてください。目の周りの疲れですとか、クマの解消にもすごく効果があると思います。
きます。マッサージしてまいります。先にカッサをやってるのでもう肌がすごく柔らかくなってるのでとてもマッサージが深くまで入りますね。
ですね。どうしてもここは筋肉と皮膚が薄いところなので血流が悪くなりやすいので、これはねじってる感じですかね。カッサでほぐしてマッサージで動かしたものを絞ってリンパに乗せて首の方に持っていってます。お顔を引き上げるための筋肉の真上を、筋肉をつかむようにして筋肉の隙間に入ってしまっている老廃物を全部こう絞ってる感じですね。で、筋肉の隙間から今こう絞って余計なものが周りに浮き出てきたものをリンパに流すという感じで持っていってます。なのでつまんでるように見えるんですけど、お肌はどん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 老廃物がなくなってくるので透明感が出てきますね。引き上げます。そうですね、結局クマとかもいろんな種類があって、青黒く見えているものは血液が溜まってしまって透けて見えているだけなので、青黒いものに関してはマッサージとか先ほどのカッサのようなものでケアすることで血流が良くなって目立たなくなります。またそれ以外にも茶色くなっているクマの方、こちらの方は例えば花粉症ですとか、癖とかで目の周りをこすってしまってるって、それで色素沈着してしまってる方も多かったりするんですね。なのでできるだけ刺激をしないようにして保湿をしてあげるっていうことを続けていただければ、茶色いクマの方も綺麗になってきます。
礼いたします。ちゃんと赤みのあるところには赤みがちゃんと出て、赤みがなくていいところには赤みがなくなるっていう、正しいところに正しい血流が行くようになると、なんか軽くメイクしてるぐらいすごく綺麗な感じになりますね。頭用の傘使っていきます。失礼いたします。これもお顔とかお体と同じように痛気持ちいいで全然大丈夫です。逆に言うと、今の、現代人はスマホを使ったりとか、こう頭脳労働が増えているので、とても頭を使っていて、頭の薄い筋肉ですとか血流がすごく疲労していたりします。なので傘軽く当ててるだけでも割とこう痛み感じる方も多いぐらい、傘非常に効果的なので、軽くで全然大丈夫ですから、気持ちいいように使ってみてください。場所によってかなり痛みですとか気持ちよさ違うと思います。頭のてっぺんに向かって生え際から全部ポニーテールするように持っていってあげるっていうことだけやっていただければ、今右半分だけですけど、顔も右半分だけかなり上がってると思います。失礼いたします。これだけでもここがリフトアップされてますね。反対側行きますね。髪の毛をこすらないように頭皮をこするのが、頭にあるカッサの大切なポイントになるんですけど、このカッサの場合はコーミング状態で、コーム状になっているので、そのまま髪を解くようにブラッシングするようにするだけで、ちゃんとテラヘルツ自体が
マッサージしてくれますので、大きなコリですとか刺激っていうのは90度に頭に対して垂直にカッサを当てていただくとしっかり強めの刺激が入ります。これで痛い方は倒し気味に使っていただければ力が分散するので。反対側の手で髪の毛をこう少し引っ張りながらやっていただくと、髪の毛はいつもこう下向きに毛穴が向いてしまっているので、こう立毛筋っていう毛を立ち上げる筋肉が弱ってきてしまっているんですね。下向きの筋肉ばっかり刺激していると頭の皮膚も下に下がってしまうので、顔のたるみですとかおでこのシワにもつながりますから、髪の毛もしっかりこう上に引っ張り上げながら、そこの筋をカッサで引き上げてあげてください。
れ様でございました。ありがとうございます。ご気分はいかがですか？すごく良かったです。ありがとうございました。I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe. So in today's video, we came to this very famous place called Mocha. This place is located in Funabori Station. Many of you already know that this institution has been on my channel last year also. はい。失礼します。どうぞ、はじめまして。はい、どうぞお入りください。はい、こちらの方で消毒の方をお願いいたします。じゃあこちらの方のスリッパにお履き替えください。ではお部屋の方にご案内いたしますので、こちらの方になります。どうぞ。わあ、素敵。こちらの方になりますね。はい、今日はこちらのお部屋で手術をさせていただきます。よろしくお願いします。ビバーチェという渋谷区代々木原にある一軒家のサロンでおります、船津まりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。すごくお肌綺麗ですね。エステシャンとして30年の経験を持っていて、5万人ぐらいのお客様に手術をさせていただいております。そして世界いろんな国と日本で5000人ぐらいの方々にいろんな技術ですとか、あとはそうですね、ホスピタリティなんかをお伝えさせていただいております。エステティックグランプリという日本の一番大きな大会で、こちらのフェイシャルの技術部門と、あと顧客満足度部門ですね、ホスピタリティの部分でグランプリを取らさせていただいて、はい、そこからアカデミーも教えてます。ビューティーワールドジャパンという日本で一番大きな美容の展示会でもメインステージをやったりですとか、あとは展示会に出展をもう6年ぐらいしております。当サロンは完全予約制のサロンになっております。男性も女性も受け入れております。外国人の方も多く来られてます。で、全てのメニューは私が考案したメソッドになっております。今日はその中の備前筋骨小顔というトリートメントをやります。それでは始めていきます。よろしくお願いいたします。苦しくないですか？大丈夫ですか？少し香りをつけますね。最初にお体を軽く揺らさせていただいて、緊張状態をとってリラックス効果を高めていきますね。緊張を取っていきますね。続いてお首の緊張を取っていきますね。そうですね、結構ストレス溜まってる方が非常に多いので、体がこう固まって緊張状態にある方が多いので、いきなりマッサージをするんではなくて、体をリラックスさせていただくために細かく揺らしていきますね。
まず最初にお顔につながっているこのデコルテの部分ですね、大胸筋、その他の筋肉をしっかりとほぐしていきますね。そしてリンパの流れを促していきます。しっかりとリンパの流れを促し、老廃物がしっかりと流れやすい状態を作っていきますね。そして鎖骨リンパを開いていきます。ではお顔の方に入っていきますね。クリームの方を塗布していきますね。利用されてから何年ぐらい経ちますか？エステを30年です。30年。そして口周りの口輪筋をほぐしていきます。小鼻をキュッと締めていきますね。ここから鼻の横の上肢鼻翼胸筋という筋肉をほぐしていきますね。今度は頬の部分をタッピングをして
少し引き上げていきます。周りですとか、この頬の部分を、深いところを凝り固まっている筋肉をほぐしていきますね。今非常にこの後筋という部分が硬くなってエラが張ってしまっている方が多いんですね。それの一つの原因が食いしばりや噛み締めの影響ですね。後筋をリガメントというところを緩めていきますね。後筋はお顔の中で一番大きな筋肉で、非常にお顔の全体的な印象を、ここが発達することによってお顔が四角くなってきたりですとか、あとはこのフェイスラインがすごく下がってしまうので、しっかりとこの部分を緩めてほぐしていくことがとっても大事です。フェイスラインについているいらない老廃物をしっかりと取り除いていきますね。そしてこの私が独自で考えた高速タッピングをして、お顔のリフトアップ効果をしていきますね。この時も手の力を入れてしまうと非常に痛いので、指の力ですね、指の力を入れてしまうと痛いので、指の力は入れずに中をお腹をほぐしていきます。ここから指全体を使って引き上げていきますね。フェイスラインの部分も非常に、ここは硬くなって老廃物が溜まっている方が多いので、しっかりとこのフェイスラインの部分をきれいに出していきますね。しっかりと筋肉がほぐれて緩んだので、全体的にリフトアップをしていって、頬の高さを上げていきますね。この時も手の力でやると痛いので、しっかりと体を使って行っていきますね。
ステティシャンになるために、はい、学生になりたい方は、はい、どこに問い合わせした方がいいですか？そうですね、興味のある方はのホームページから問い合わせフォームがありますので、そちらから問い合わせをいただくか、あとは、YouTube でもコメントいただいて、インスタですね、メッセージいただければと思います。アカデミーではまず初心者の方は入門コースっていうところでタオルワークですとかクレンジングや洗顔、あとは皮膚理論、そういったものをお勉強していただきますね。今やっている技術は中級コースに入っておりますね。その上に上級コースっていうのが、入門と、あとは初級もありますね。初級から中級、上級。あとは1日で終わるヘッドですとか、あと目のアイリセットとか、あと背中のコースもありますね。そうですね、来年から動画で学べる講座もやっていくので、そちらの方で、翻訳の方をつけてやってきますので、外国にいる方もそちらの方で学んでいただければと思います。あとは、海外に行っても教えたりとかもしておりますので、ぜひお問い合わせいただければ。いろんな学生さんとか、はい、多くいらっしゃる勉強しに来たりしますか？はい、年齢層は幅広く、もう20代から60代までの方がアカデミーを受講しておりますね。この技術は痛くなく小顔やリフトアップしていく技術になっておりますね。まず最初にしっかりとお顔の老廃物をリンパの方に促していく工程に入ってきますね。この技術は日本人ならではのおもてなしですとか、お客様に対して気持ちよさを最大限に伝えるような技術になっておりますね。顎線の老廃物を取り除いていきますね。
からこのフェーズラインのところの音外筋をほぐしていきますね。それでは目の方のマッサージに入っていきますね。今やはり非常に眼精疲労が多く悩んでいる方が多いので、目の周りの眼輪筋をしっかりとほぐして、そしてリラクゼーション効果をもたらしていきますね。眉毛の上が非常に硬くなってしまうので、眉毛の上ですとか、あとこの眉間のシワができるところですね、水尾筋という筋肉もしっかりとほぐしてきますね。周りは非常にデリケートで皮膚が薄いので、摩擦させたりとか指の力でゴリゴリやるのは避けていただいて、優しくマッサージしていきますね。ここから額の前頭筋をほぐしていきますね。やはりこの部分が硬くなるとおでこにシワが入りやすくなってしまうので、この前頭筋の部分をしっかりとほぐしていきますね。そしておでこに丸みをつけていきますね。生え際の部分が非常に硬くなって血流が悪くなっている方が多いので、この生え際の部分を優しくほぐしていきますね。
そして最後はエフェレラージュを行ってリラックスしていただいて気持ちよく終わっていきますね。最後はお顔をリラックスしていただいて、お顔の緊張状態をとっていって、そして、自律神経を整えていきますね。リズムを一定に保って速くなったりとか遅くなったりしないようにして、お客様が本当にリラックスしていただいてストレスから解放していくようなトリートメントを行ってきますね。最後はお客様の呼吸に合わせながら鎮静していきますね。目を優しく覆って光をシャットアウトしていきます。そしてゆっくりと光を入れていきますね。最後に目の周りをほぐしていきますね。音をシャットダウンしていきますね。そしてゆっくりと音を入れていきます。そのまま優しく手をスッと抜いて、お疲れ様でした。
では軽く頭皮の方をほぐしていきますね。最近は頭皮がすごく硬い方が多いので、頭皮が硬いとお顔と頭皮のつながってますので、しっかりと頭皮を緩めることでお顔のリフトアップ効果もさらに高まりますね。首の下失礼いたしますね。少しお首の下温めます。熱くないですか？温かさ大丈夫ですか？では失礼いたします。温かいタオルをお乗せしていきますね。気持ち悪いとこないですか？大丈夫ですか？ではお化粧水の方をつけていきますね。美容液つけていきますね。最後クリームつけていきますね。
お疲れ様でございました。I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe. So in today's video, we came to the spot that is very famous in Japan. Everybody knows this person. I got a chance to experience this beautiful massage from Mari Funatsu-san. She has created so many techniques on her own, and today I got kind of very professional. Really loved this today's session, and it was quite strong with movements. I could feel all the good energies, and especially in the beginning there is this sort of kind of moving the body, calming down the body, stressed body especially. I was a little nervous because obviously I was. That part especially really calmed down my body. Like I was like, the massage are just another level, I would say. And the place is so beautiful. It's luxury place. She has experience in this beauty and health industry for 30 years. And she has so many students. She travels to other countries to give lectures. There is a very special discount for only Smartweek subscribers. When you come here as a client, you will get 10% off discount on your first session. You can also join her academy with 10% off. She is in the process of creating online classes, online lessons. Make sure you check the description for more details. So if you can't come to Japan, you are still can purchase your online classes. Also, she has YouTube channel and she uploads regularly, and also on Instagram. I booked for facial, but I got like full body massage. It was 90 minutes of facial / body massage, and there is other parts where we couldn't shoot because of the time limit, and there is also hand massage, facial masks, and head massage. More time. I hope next time maybe I can get the full course to show you guys. This aesthetic salon is located in Shibuya area, which is very central area of Tokyo. It's very easy to come, so you're welcome. Females and males are always welcomed. Also, foreigners are also welcomed. If you're interested in this place, I will leave all the information in the description. And make sure you check their website and book your reservation. And I will see you in my next video. Bye!